私の選んだツー。はい、爪です。爪爪。なんか、うん。大して別にネイルアートとかしてないねんけど、うん,うん。すごく爪にはこだわりがありまして。形とかってことそう。見て。絶対いい、うん。一ヶ月に、一回以上はネイルのところに通ってんねん。爪を綺麗に保つために。あー、トップコートじゃないけど。そうそうそう。あの、あれやんな透明の、透明の やつで、爪折れへんようにとか、うんうん、綺麗に見えるように爪整えてもらったり、なんかして、ちょっと爪もちゃんと、そういう細かいところまで、<ー>なんか女の子らしくというか、ちゃんと。そうやね、爪先まで見えるからね、<う>結構。そう、なんかそれで爪結構弱くって。弱いそう、弱くって。折れたりするってことそう、なんか、通ってるところの人にも言われてんけど、うんうん、なんか、折れやすいから栄養取ってね、みたいな。 マジでだって爪折りやすいんだって、そう、<も>栄養ないっていうよな。な,んかなんかでもんでカルシウムとか。でもめっちゃ栄養取ってんねやんか。まあちょっと最近は、そういうところまで、ちょっと女の子らしくしてますよっていう報告。なるほどね。でも夏とかやったらさ、足とかもさ、うん、サンダルうん、下でさ、見えるし、うん。結構そういうとこまでやりたいよね。やりたい。アイナはなんか爪、どんな爪してんのどんな爪してんの <laughs> お互いの爪についてさ、 アピールしてんな爪してるかうん。普通の爪。でもああいうのも爪弱い。嘘。爪弱くなった気がする。あ、わかる。なんかんに折れてる。えなんか知らにかけてるみたいな。それめっちゃ困るよな。なんかちょっと肌とかにあったったら痛いよね。ってなって。え引っかいたしまった、みたいな。そう、なんか公演中でもよく言ってないさやかとかもよく言ってるけど。あれ、爪かけてるみたいな。ううん。なんなやろな、あの現象。 やっぱ白もニどっかにぶつけてんのやろなぶつけて落ちてんのかなじゃんネイルアートとかは NMB は禁止なんですよねそう一応禁止応、ね、だからなんか爪の形でなんか言ってよアイナ爪の形でなんか言ってよ、うん、めちゃくちゃめちゃ無理やなそれえー、どんな爪<も>アイナ見せて見せてじゃあ爪でもアイナ今こういうだけじゃアイナのめっちゃ伸びてるほんまやアイナの爪なんか あれやな、カエルさんみたい。<laughs> どういうこと <laughs> カエルさんみたい。<laughs> 見てる人全然伝わらへんと思う。<laughs> ね、う嘘。カエルさんみたいな爪で可愛い <laughs> はい、爪について。はい。ね、トークはここまでになります。